はい、どうもこんにちは、川野です。実は今、ストリートファイター5界隈で、やばい祭りが起きていまして、もう多分、ストリートファイター5史上過去一の祭りが起きてきてるんですよ。もう世界規模でございます。まあね、何が起きているかをね、端的に説明していきたいと思います。まあまずね、ことの発端は何なのかっていうと、時は半年前の5月まで遡ります。まあね、半年前の5月に何があったのかっていうと、レッドブル組手ロンドンが開催されたんですよ。ロンドンで行われた招待制の世界大会なんですが、まあ有名なね、強いプレイヤーが各国から一堂にロンドンに集まって、まあ戦うと、トーナメントをすると。で、その時チーム戦も行いまして、まあ俺も招待されてたんですけど、俺のチームが、俺、パンク、フェノム、スマックの4人だったんですね。で、まあ、チーム戦の結果自体は準優勝だったんですけど、その時に確かね、俺の記憶が正しければ、まあ、決勝戦始まる前にインタビューみたいなのがあって、で、パンクがインタビューされてたんですけど、その時にね、パンクがね、対戦相手がヨーロッパのプレイヤーだったからとかで、まあ、インタビューで、EU is free、まあ、ヨーロッパは free と。簡単に訳すと、ヨーロッパ勢には、まあ、余裕で勝てる、みたいな。まあ、そんな結構ね、強気な発言をしたんですね、喧嘩売る感じの。まあ、で、そこで何が一番面白かったかっていうと、まあ、チーム組んでるって言ったじゃないですか。俺とパンクとフェノムとスマークの4人だったんですけど、まあ、チームメンバーのフェノムも、ノルウェー出身で、まあ、ヨーロッパのプレイヤーなんですよ。だから、チームメンバーのフェノムも、お前、ヨーロッパの俺がいるのに、それ、今、そこで言うみたいな感じで、ぎょっとしてて、あれは相当面白かったですね。あ、お前、俺がいるのにそれ言っちゃう感じだ、みたいな感じで。まあ、フェノムがね、一番驚いてました。で、まあ、そこでね、ちょっと火種ができまして、で、チーム戦の後に個人戦もしたんですけど、そこでパンクがね、トップ8で、ミスタークリムゾンっていう、ヨーロッパの強豪ダルシム使いと対戦して、で、ミスタークリムゾンが勝ったんですね。で、戦った後にね、まあ、礼儀として握手するじゃないですか。握手したんですけど、その握手してる時も結構ね、ちょっとバチってたんですよ。やっぱ、ミスタークリムゾンも EU is free って言われたのもあって、お互いちょっと熱くなってたのか、まあね、ちょっとバチってたんです。そういうのもあって、結構そこから火種がね、できていったんですが、そのままパンクに勝ったミスタークリムゾンがレッドブル組手ロンドンは優勝しました。で、今回ね、またレッドブル組手が、ラスベガスで開催されました。その時は誰が優勝したんかっていうと、プロブレム X が優勝したんですね。これまたヨーロッパのプレイヤーと。ヨーロッパのプレイヤーが、レッドブル組手2大会連続優勝したんですよ。そしたらね、みんなやっぱ言うじゃないですか。ヨーロッパが最強だと。去年と今年って、まあ、世界各国のプレイヤーを集めた大会っていうのが、まあ、コロナの関係もあって、このレッドブル組手しか開催されてないんですよね。これが唯一の世界大会なんですよ。なので、まあ、こんな感じで、インフィルとかも、ミスタークリムゾン&プロブレム X won all of レッドブル組手 this year. Who said it is free? ってね、ツイートしてたりするんですよ。ミスタークリムゾンとプロブレム X がレッドブル組手どっちも優勝してるけど、誰だよヨーロッパ勢余裕みたいな言ったやつ。ってね、そんな感じでみんなツイートするんです。そしたらですよ、パンクがあるツイートをしまして、まあ、このツイートなんですが、これどういう意味かっていうと、まあ、開幕からわらわらと。この冒頭の LOL っていうのは、まあ、日本で言う、わらみたいな草みたいな、W みたいな、そういう笑いの意味が込められてるんですが、わらわら。ヨーロッパの FGC、まあ、言うたら格ゲー界は笑えますね、と。ヨーロッパのプレイヤーが優勝とかしたら、ヨーロッパが最強だとかね、豪語し始めるけど、実際そんなことないよって。実際別にヨーロッパ最強でもなんでもねえし、誰もお前らのこと気にしてねえよ。みたいなツイートをしたんですね。で、続いてパンクがさらにツイートして、もし本当にね、ヨーロッパが素晴らしいコミュニティ、強いコミュニティであるんであれば、誰か一人ヨーロッパの中からプレイヤー選んで、クラウドファンディングで 10K 集めて、俺と対戦しろと、賭博しろと。10K ってのは多分ドルのことなんで、日本円で換算すると100万円ですね。100万かけて俺と対戦しろと。ヨーロッパの中で一人選んで。で、パンクはね、もちろん俺も100万かけてやる。もうそれは喜んでヨーロッパまで受け取りに行きますよ。100万受け取りに行きますよ。ツイートしてるんですよ。こいつ、もう自信の凄さがかっけえっすね、やっぱ。そしたら、ヨーロッパ勢もね、ツイートし始めて、ヨーロッパの有名な、キャミー使い、ハリケーンがそれに対してツイートしたんですよ。お前誤解すんなよ、と。
お前は世界最強かもしれないけど、コミュニティとしてはお前たちより強いよ。個人的な話はしてないよ。もしこれ以上論争したいんであれば、お前以外、パンク以外の他のアメリカ人プレイヤーを送り込んできて、それで俺と100万円かけて対戦させろ。ハリケーンはそう言ってるんですよね。そこでパンクがまた言うわけですよ。おお、お前言ったな。おい、アイドム、聞いたか？儲け話があるぞ。めちゃくちゃいい儲け話があるぞ。俺以外って言うなら、こっちはね、アイドム連れてくぞ。そうパンクは言ったんですよ。アイドムもめちゃくちゃ強いですからね。カプコンカップもパンクに勝って優勝してますし。で、そこで前回のレッドブル組見て、ロンドンで優勝したミスタークリムゾンも話に入ってきて、まあこれなんて言ってるかっていうと、俺は他人の金をかけてまで対戦とかはしないよ。だけど、もしお前が個人的に100万円かけてくるんであれば、もう好きな時、そして好きな場所で、いつでも俺は受けてやるよ、それ。そんな感じのこと言ってるんですね。もう、お前もかっけえな、言うことが。で、最終的にどうなったかっていうと、10人対10人で、アメリカとヨーロッパから10人ずつ選出して、それで国代表でチーム戦やろうぜって話になってきてます。で、現状、アメリカとヨーロッパのその10人に選ばれそうなのが、この選手たちです。まあ、どっちのチームもすごいですけどね。別にどっちが勝とうが不思議じゃないっていう。というか、まあえげつないメンツだなと思います。まあパンクの言い分として、まあヨーロッパ最強とか言うけど、お前らはそう言うけど、ヨーロッパよりアメリカの方がプレミア大会で優勝した数とか圧倒的に多いだろって、そういう話をしてるっぽいですね。また日本にも実は飛び火が来ておりまして、まあパンクはこういうわけですよ。俺は自分の国を信じる。10対10やったらヨーロッパどころの話じゃないんだよ。もうアメリカが10人出すってなったら、もう日本も普通にやっちゃうからね。ヨーロッパどころじゃなく日本も余裕だよ。処理。他のどこの地域でもそう、アメリカが最強だって今なってるんですよ。で、結局、カプコン公式ツイッターも話に入ってきて、お、面白そうな話してんじゃん。ちょっとディスコでさらに話し合いしない？ちょっとアイデアもあるからさ、つって。もうカプコンも結構ノリノリなんですよ。これは楽しみっすね。でも、このまま特に何もなく収束ってのはないと思うんで、多分ね、何かしらの決着の形があると思うんで、もう多分マジでこの10対10、アメリカ対ヨーロッパやるんじゃないのかなって思います。まあ、個人的にどっちが勝ちそうかって言ったら、いや、わかんねえな、でも。アメリカが勝ちそうな気するけど、むずいな、むずい。まあね、これで、さらに言うと、まあ、ヨーロッパ対アメリカ対日本まであるかもしれません。もう10人対10人でね。ただそうなった時、日本から10人選ぶのやっぱ難しいなって思うんですよね。やっぱ日本って、相当平均値が高い。もう強いプレイヤーがめちゃくちゃ多いんで、10人選ぶってなるとかなり難しい。まあでも難しいけど、じゃあ買うのがね、俺がね、10人選べってなった時、まあ1人目はまあでも直近の成績とかで考えた時は、川野なのかなって。2人目は、まあ、やっぱ昔からどんな劣勢な状況でも跳ね返してきた、逆境に強いプレイヤー、川野なのかなって。で、3人目、は、まぁ、ちょっとね、村っ気はあるんだけど、まぁ、爆発した時の、なんかもう、プレイ、火力、すごいなって意味でも、やっぱ川の。で、まぁ、4人目は、